本当に多分メンタルやられてたの。うん、誰には負けたくないってある？あ、もうやるだけだよって言って。へえー、かっこいいね。その時分かんなかったの。うん、はい、おはようございます。おはようございます。陸上プラクティス開始します。明日いよいよ本番なので、今日は本番を想定してやろうかなと思います。今は何を？よし、 7g。7g。これね、ブレークがあるんだ。うん。これだけです。はい。明日だよ、もう。もう今日の夜にはコメント撮りだからね、ここで。やばいね。ね。早かった？予選から。立つまで。遅かった。あ、本当。結構間、私は初戦だったじゃん。うん、あれがだって9月末今ですよ、9月とか、うん、9月の頭か、うん、でも1ヶ月だったよ。そうか、1ヶ月か。まあ場所にもよるけど、うん、こういうとこで釣れれば、まあ、キロ近いのは釣れるとか。まあ、1日2本だね、もう今日2本2本の4本、うん、とか目標。目標ウェイトは？目標ウェイトは2キロ。いいね。理想と現実の一番ちょうど人だと思う。あの、ブレイクが近いから、うん、いいですよ。あの、今霞ヶ浦減衰してて、うん、ね、だいぶ減衰してるんですよ、うん、だから。でも北浦に行くほど冷え込んでないから、うん、霞ヶ浦ですかねみたいな、北浦ですかね。緊張してる？うん、じゃあ明日。あ、明日？いやー、もうしてないよ。もうしてない？うん、やるだけ。やるだけ。前にさ、うん、孝太郎さんにさ、うん、陸王とかって緊張しないんですかって聞いたことある。うん。いや、私その時春の陣の前だったから、うんうん、どんな気持ちでやってんのかなと思って気になって聞いたら、うん、いや、もうやるだけだよって言って。へえー、かっこいいね。その時分かんなかったの。うん、私めちゃくちゃ緊張してたから、うん、あるので。でも今なんか、なんとなくちょっと分かる。やるだけ。緊張してもしょうがないみたいな。初日の結果ってね、大事なのよ。うん、メンタルにかかってた。次なんだよ。2でいいですかね。ちなみに作戦は明日、うん、Day1。 Day1 は、うん、南西の風なんですよ。晴れでね。晴れて南西の風、うん、で、うん、なんか明日は北曽根かなっていう感じです。はい、1日北曽根やって、うん、で、あっちの対岸もいいから、うん、両方やって、うん、歩きながらなんて言って、キャスト数を稼ぐ。はい。もう大移動したくないから。うん。もったいないから。そうだね。うん。テンポよく釣りができるのはやっぱり2つ目と、うん、で、2つ目が、うん、風がね、北東に変わってるんだよね。うん。予報では。まあ、でも、魚の濃い土浦、うん、こう土浦、うん、
そう、ペットエリア。うん。だから、服装、まず服装、裏側とか、ペットエリアで、そこから北上しようかなって感じ。おお。大山とかやらない。はい。土浦までずっと、まあ、車で途中移動しながら、うん、降りて、ちょっと釣りして、また次のポイント行って、みたいな感じで、進んでいって、最終的に土浦で、効率よく釣りできるとかあるし、うん、船で回っても魚出てるから、うん、ここで時間をかけようかな。うん、振り返りは、フラ含め。ああ、そういや動画撮ったけど、出してないな。ちっちゃいバスはすごい多いの、うん、大きいバスも、うん、あの上流の激流の中にいて、うん、落ちてくる鮎を追っかけるのね、まあ、落ち鮎パターンって言われてるやつなんだけど、うん、まあ、落ち鮎だから結構ビッグベイトとかフランクとか、うん、ミノーとか、まあ、反応は良かったんだけど、うん、めっちゃミニは来るんだけど、そいつらを食わせられる術が見つからなくて、うん、本当にね、キーパー以下が先に食ってくる、うん、どこ行っても、うん、上流でも。バスはすごくいっぱいいたんだし、うん、いいけど、その小バスをどうかわすかみたいな、うん、結構悩まされて、サングラスを落としました。この辺よ。マジで。潜ってでこよか。絶対見えんわ。でこよか。秋の陣。まあ、両方予選があって、うん、今回は明日が決勝なわけで。なんか違うもんある、いや心境もそうだしさ、場所もさ全く違うわけ。春の陣の本当に多分メンタルやられてたの、うん、秋はちょっと楽しめる、その、ね、1ヶ月ぐらいね立ち直れなかったね。だから秋は言い訳したくないから、はい、すごいよくない？すごいね、めっちゃいいじゃん。激アカ、激アカすぎる。激アカだ。見たら見えるよこれ。いないわ。いないね。めっちゃ雰囲気いいのに。いるとしたらいい、そういう人とか。うん。最近流行りのスイムジグちゃん。
けるんだね。いけるんです。結構大丈夫？微上線だ。長靴履いてくればよかった。長靴履いてくればよかったよ。誰には負けたくないってある？誰にも。さすがです。その答えを待ってました。自分に負けない。そう、自分も含めて。うん、いいや。化粧かすみっていつ聞いたの？予選の？あ、いや、もうちょい前から。あ、マジかってなった。なった。みんななったかな。みんななったかすみかいってなるよな。まあかすみはさ、まあ釣りしてるけど、うん、なんだろう、そのアドバンテージがさ、うん、通用する湖だと思ってないから、うん、負けるわけにはいかないよ、この格好だな。間違いない。ネガサルかな、ワンちゃんネガサルな。今ボトムスレスレをジグで泳がせてる、うん、フットボール。嬉しい。うん、色合い気持ちよ。うん、もし朝一のところさ、うん、かぶったらどうすんの？こっち戻る、うん、作戦 B。 わかんない。確実にここはない。本当、護岸が変わるんですよ。ほうほう、護岸の種類が、うん、斜めだったんだけど、ここから垂直になる、うん、でこれ紐垂れ下がってるでしょ、筒、うん、これ、うんうん、あのうなぎのカゴ、うーん、だからこれにエビついてたんです。はい、では午後戦です。です、もろこし側にやってきました。時代はスピナーベイトですよ。お決まりの、お、嘘でしょ。救出しようと思って網ですくったらエビが取れました。いい情報、いい情報。はい、帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた、ビラビラ、ビラビラ、帰ってきた。エビの収穫もあったしね、え、いいこと尽くした。うちの好きなやつ。好きなやつ、うん、
次のプランは。牛絞り、うん、やっぱりいいね。朝やったところの海岸に行こうかな。 OK。 なかなか難しいですね。ですね。おお。やっぱそうポンポンポンといかないよね。霞ヶ浦だもんね。霞ヶ浦だもん。明日どうしようかな。でもなんかさ、逆に霞だから、うん、今日釣れなくても当たり前っていうか、うん、まあそうだよねって思っちゃう、うん、じゃん、木がそうなんだよね。だよね。うーんって感じじゃない？ほんと一部ぐらい。一部だね、うん、今日はこんな感じです。ではではでは、じゃあ高架線下に行きましょうか、ね、行っちゃいましょうかね。ですかね、最近の調子は。いやー、まあまあまあ調子は出てないですよ、正直。はいはい。霞ヶ浦なんで。まあね、霞ですからね、うん、今日はここで心中かな。心中、これ心中するしかない。 OK。 いい仕事だよ、ここは。うん、カメラに夢中になってさ、こうやってやってるとさ、ガチで落ちそうにならん？あー、わかる。ねえ、完全に子供だった。どうした？ちょ、4時半のチャイムが鳴りました。ストップフィッシングです。お疲れ様でした。でした。本番も4時半までだからね。うん。4時半までしかしません。はい。はい、どうでしたか今日一日。つかみどころがないですね。風が止んでからもう全く何も魚っ気もなくなってしまって。うん。天気が良すぎて、でも流入入れないからシェードってなったらテトラとかいいかなと思ったけど、ちょっと無理あったね、あのテトラ。まあでもエリアももう決めてるんで、はい、明日は朝ここに集合してどうするかは朝決めます。まあ大丈夫でしょう、うん、うん、大丈夫だよ。霞ヶ浦ですから。ええ、4人の中で私が一番釣りしてるから。そうね、霞でね。うん、他の人がどうやって来るか分かんないけどさ、うん、いや本当に自分のやれることをやるだけなんで、頑張ります。はい、明日頑張ってください、全力で。はい、そっか、もうこれが公開される頃には結果が出てるもんね。そうだね。ありがとうございました。明日頑張ります。はーい、おいじゃのー。